と呼ぶ魚の群れ、石を投げてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが楽しい。私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当にあなたなの。さあ早くお部屋の中へ、あなたの好きな白百合を欠かさず窓辺に飾っていたわ。あなたの優しいこの手はとても冷たく感じたけど、あなたは無理して応援で私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人。